前はゴンメン氏のマスターを知っているか。マスター稲妻のサイ。そうだ。マスター風のサイの息子さん。そうだ。嘆きの谷で毒蛇一万匹を倒した驚きの。亡くなった。驚き。え、そんなマスターサイの角受けが破れるはずは。いや、技ではない。シェンは武器を作ったのだ。それは火を吸い金属を吐く。もし止められなければ終わりがやってくるぞ、カンフーの。でも覚えたばっかなのに。それをお前が救うのだ。行け。その武器を壊しシェンに罰を与えるのだ。よーし、行くぞ。ちょい待った。どうすればいいの。カンフーを止めるものをカンフーで止められる。良いか、竜の戦士よ。何事をなすのも内なる平和だ。内なる平和。平和おらい。おい、ポほう、ほら、旅の荷物。まず何週間分かのクッキーに饅頭、野菜、あとお前のアクションフィギュアも入れといたな。おほほほほほほ。いや、なんだろうね、これ。いや、見たことないわ。今、タイガーに傷ついたでしょ。わしとお前の昔懐かしい絵も入れといた。寂しくなるかと思ってな。ラーメンを作るわしとお前、ラーメンを食べるわしとお前、わしでおまさんごっこをするお前。かわいいな。やっぱりこれはわしが持っておこうと。みんな、待ってるからさ。ああ、もちろん。お前には仕事がある。家を離れ、知らん者ばかりの知らん土地で知らんラーメンを食べ、怖い敵と戦い、帰ってこられんかもしれん。行くな、ポー。行かないと。竜の戦士はカンフーを守るのが務めなんだよ。今行かなきゃ。僕って何？わしの息子だ。だろ？ポー、時間よ。ああ、じゃあね。どうぞご心配なく、ラーメンという間に戻ってきます。ラーメン